皆さんこんにちは、203です。今日はシマノの105グレードのカーボンホイール WH-RS710C46 46mm ハイトのカーボンホイールの紹介をしたいと思います。今年に入って値段改定があってかなり値段高くなってるんですけども、その半額ぐらいで新品で買えたんで、買っちゃいました。去年の段階で、定価が多分123,000円だったと思うんですけど、今156,000円ぐらいですかね。そのぐらいの定価になってると思います。例によってちょっと長くは乗らないと思うんですけども、とりあえずしばらく乗ってインプレしたいと思います。外観なんですけども、本当にこうなんですかね、シンプルスタンダードというか、何の飾り気もないカーボンの、ところに、シマノの青いロゴが入っている形になりますね。で、普通こういうとこってバルブが来ると思うんですけど、バルブは逆の位置にあるんですよね。で、今回それがちょっと GP5000 の5000に合わせたかったんで、ちょっとタイヤ逆につけてみました。で、タイヤはすごいはめやすかったですね。なんですかね、こう溝、リムの中のこう内側の溝が結構なんですかね、深く作られてるんで、そこにタイヤを落として、ウィード落としてはめていけばすごい簡単にはまりますね。今回クリンチャーで、試してます。てか、基本的に僕クリンチャーでしか乗らないんですけど、クリンチャーでのインプレになります。で、リムなんですけども、内幅が 21mm、 外幅が 28mm と、今時とかちょっと前の流行りみたいな形のトレンドをちゃんと取り入れてきますね。最近はもっと広いのも出てきてますね。スポークなんですけども、最近主流のストレートプロのスポークじゃなくて、こう引っ掛けるタイプの、なんですかね、J ベンドスポークって言うんですかね、それになってますね。その辺でコストを抑えてるんだと思うんですけど、乗り味でそんな悪い影響は感じないですね。むしろこの辺がもしかしたら乗り心地の良さに影響しているかもしれません。で、ハブの回転、ベアリングの回転なんですけども、高いベアリング使ってるわけじゃないっていうか、グレードが低い方なんでだと思うんですけど、結構すぐ止まっちゃう感じで、あんまり回転は良くないです。回転の渋さはあるんですけど、巡航はすごいですね。多分このリムがいいというか、リムの空力がいいと思うんですけど、この 25C のダイヤ素だと本当にもう辛い位置の幅、外幅 28mm っていうことで、とこれ 25C だとぴったり幅になってますね。これがすごく空力に効いてるんだと思います。巡航は本当にこう気持ちよく走れますね。性能は申し分ないんですけど、見た目がちょっと普通で、ちょっと所有欲を満たせるかどうかっていうところがあるんで、ちょっとコスパ的にはどうかとは思うんですけども、シマノの、なんですかね、安心のブランド化みたいのとして買うんだったらいいかなと思います。で、乗った感じの印象なんですけども、ちょっと重さがあるんで、漕ぎ出しとか加速の時はちょっと重さを感じるんですけども、巡航に乗っちゃえば普通に、走りますね。クリンチャーで、しかも 25C で乗ってるんですけども、全然乗り心地悪くないですね。路面の悪いとことか段差継ぎ目みたいなとこも普通になんかリム車みたいな感じの乗り心地で乗れるんで、すごく良かったですね。だからやっぱロングライドとかそういうのにはすごく向いてるかなと思いました。巡航も全然いいんで、平地メインのロングライドにはかなり向いてると思います。でも性能的には一昔前の20万円台のカーボンホイールと比べても全然遜色ないというか、本当巡航メインというか、その、なんですかね、ロングライドとか、同じスピードで割合淡々と乗っていくみたいな状況だったら、本当に乗り心地もいいし、いいホイールだと思います。走行音、風切り音がすげえいいですね。こう気持ちが上がるっていうか、モチベーションが上がるっていうか、すごいいい音するんで、走ってて楽しくなります。最近本当中華のカーボンフレームとかもすごいクオリティ上がってて、軽いのが出てるんで、前後合わせて1600ちょっと
まあ、性能的にも普通、見た目的にも普通っていうことで、まあ、値段で言うと、まあ、シマノのブランド量というか安心感みたいのが入ったところでの、価格になるのかなと思います。そういう意味では、まあ、シマノが、まあ、好きというか安心感を求めたいんだったらありですし、もっと、安くて同じ性能みたいのは他にもあるかなと思います。いかがだったでしょうか。今日はシマノの105グレードのカーボンホイール RS710 の紹介でした。今年はフレームやホイールを結構買う予定がありますんで、このチャンネルでどんどん紹介していきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまた。